ただいま、マイクロソフトのメディアブリーフィングは終了しました。参加されたですね、日本のメディアの方を代表して、ファミ通 Xbox360 の、編集長の、松井宗達さんにですね、ちょっとインタビューをさせていただきます。じゃあ松井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の発表ですね、いかがでしたか。そうですね、まあ、やっぱりね、あのヘイロー3に関するいろいろ発表もあって、ね、あの最初にあの、ね、あのヘイローのテーマのなんかバンドの演奏とかも、ね、あって、で最後にまたね、あの新しいあれは多分キャンペーンのね、キャンペーンのね、映像もいっぱい出てね、今までそのキャンペーンに関することは一切発表になってなかったんで、やっぱその辺はすごく期待でかい感じですかね、ヘイロー3に関しては。他にもあのたくさんタイトル発表になったんですけど、そのタイトルの中で気になったタイトルはありますか。まあ今回の E3 で新規に発表になったってわけじゃないんですけど、個人的にはやっぱアサシンクリードはやっぱりね、UBI さんのね、期待の一本なんで、結構、まあ、実際ゲームシステムもね、どんな感じになるのかなっていうのもちょっとまだ全体像いまいち見えてない部分もあるんですけど、デモでは会場湧いてますね。そうですね、やっぱ ね, いやね、当然こっちでもやっぱ期待されてるんだな。まあ日本でもね、やっぱりアサシンに関してはね、早々にもう日本でもね、出すって発表があったんで、まあ UBI さん的にも相当力入れてる一本なんだろうなっていうのはありますね。はい、ありがとうございます。最後にじゃあ日本のユーザーの皆さんに向けて一言お願いします。そうですね、まあ、今回の E3、まあ、E3 自体がやっぱり、北米関連の発表が多いんで、なかなか、これね、あとどんだけ日本に来るのかなっていうのはあると思うんですが、まあ、きっとね、いろんな部分どんどんこれから日本でもあのサービス始まると、思いますので、まあ、そんなところもちょっと期待しつつ、きっと、ね、1年後ぐらいにはなんかこんなことが日本でも起こってるんだななんてイメージしながらですね、見るとあの今回のこの発表とか感じてもらえるといいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。